はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。早速新ゴマ使っていきましょう。まあね、大体のなんか YouTube 見てるとギルガメッシュの動画出してる人いっぱいいるんですけど、まあ、僕はエンリルです。エンリル、マタン条件の罠ゴマ、まあリペアに入れましょう。でアレス使うって言ったら僕でしょうね。えちゃんとエンリルのね素晴らしさを伝えられるかな。まあ、ぶっちゃけねリアでもいいと思っちゃってる自分がいる。しょうがない、それはマタンじゃないといけないっていうのはねちょっと嫌だよね。エンデが入れられないんで、あとトゥールラとか、まあ、そこら辺の神ゴマが入らないで HP が漏れない。プラスじゃあフィニッシャーは何にするかっていうとファウストになっちゃうんですよ。でファウストってねロックで釣られるアタックが一番低いんで、罠とかと比べるとだとね、やっぱロック耐性のエンデガって結構大事なんじゃないかな。まあエンデガバイス2枚ずみしてる人もいるかもしれませんけど、まあでね、まあこんな感じかな。編成はアレスにエンリル、ラヌガ、メルベユール、うん、であとベローテ、このコマも入れてあります。とりあえずね、あのギルガメッシュとかのが増えて、まあ、雷撃ダメージ出してくるようなコマも多く入ってるデッキがあるんじゃないかなと思って、まあ、補正的にも神の HP 上がってますし、ギルガメッシュが来るかもしれないのを見て、雷撃罠は2枚です。マディス・マディンとベローテで、ベローテもマタンじゃないと発動できないんで、まあ、エンリルと使うかなって感じ。まあ初戦は神タンなんですけど、神タンもねミューズとなんだっけ、違うな、ミューズじゃないな、イシュタルとフェイルノートか確か制限されましたが、まあどっち使うのかな、みんなフェイルノートかな使うんだったら。まあとりあえずここはラヌガで一旦リペアしてアレス打っておしまいにしたいと思いますが、まあ、お相手さんが避けてくる可能性があるが、まあその場合通常ダメージは一応与えられる。まあアレス打っちゃえば次どうにかなるかなと思うんですけど、さあ、ジークフリート、これはかなり返せますね。うん、まあ全然やっぱねリペアはラルガとアレスが強いんだ。エンリルはね、あ来た、うわエンリル、いや起きたいけど意味ないな。これエンリルのあと悪いところはあれですね、あの変置きすると通常の罠になっちゃうんで、そのヒュプノスに当ててでカウンターしてダメージ与えるっていうのはそういうのができない。はーい、対戦ありがとうございました。ジジイ、はーい、対戦お願いします。おお、言ってたら来ましたね、ヒプノス。やっぱヒプノスって変に置かれるから、このエンリルをヒプノスに当てるっていうこともやれたらやりたいんですけど、当てると普通の罠になっちゃう、これが欠点かな。やっぱり使いづらい、まあ、使うところを見極めていかないといけないっていうのはね結構ね上級者向けだと思います。うん、やっぱ内周のどこに置くか、またコンボを使うかで、まあ、中に置くとねどんな駒か見えちゃう、罠なんで返し罠、まあお相手さんにね本当に対策されやすい、普通にそのターン特殊一つ出さずに通常だけでエンリル返してきたら、まあ相手のアタック分しか返せないんで 140%、まあ、2000以下か1800とかしか返せない場合にもそういうのもあるって考えるとね、やっぱ難しいね。お相手さんがどうしても返したいけど、うん、打ちづらいっていうところに置きたい。まあ、あとはね辺に置いちゃえば普通のリペア対象になるんで、それはそれでいいんでしょうけど、まあ、だったらリアでいいじゃんってなっちゃうからね、辺に置くのは。うん、難しい、うまく使えるかな僕は。まあでもね新ゴマの動画だからもう頑張りますよ。言うてラヌガが強え、アレスが強えってなるかもしれませんが、まあこれはねペレッツで返して、もうバフォメットも打たせませんよっていう体勢にしておきます。どうしようかな、これもう あのヒュプノス当てちゃっていいかなね、皆さんヒュプノス当てちゃいます、おらこれでコンボ食らわして、あ食らって、それを返して僕が次アレス置いて終わりみたいな。発動しない駒があったらちょっと怖いけど、あ、ミューズ、ミュー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 ズ、進化のミューズではなく、そっちのミューズ、おお、珍しい。いやー、トリッキーなデッキ使ってきましたよ。おーっと、エンリル置く？いやー、アレスでよくねって思っちゃうんですけど、どうかな。ね、特殊返せればいいから、これ、もうアレスでよくね。まあ、次ワンチャン、
遠慮で置くかもしれないね。お相手さんがこう、あ、でもヒプノスのコンボ使ったら飛んじゃうな、ダメだ。あー、エンデが来たー、お相手さん飛んじゃう。まあ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 、手駒に来てくれてるんで、次こそは使いましょう。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。メルベカ、はい、行きましょう。どうしようかな。回復、まあでも回復ワンチャン使いたいからな。まあ特殊だけって考えたらベロテから行きますか。まあ最悪特殊出されないんで。じゃあどうするかって言ったら、まあペレツとベルベユールとか、まあそういうのでダメージを与えていくっていうのが一番いいかな。あとはまあ通常攻撃を返してって感じか。何か来い、何か来い、まあ、ワンチャン次打っちゃうから。あ、いやー、どうするこれ。これ行きますか、エンリル返し罠の方で。でもコンボ使わないって悩むけど、まあ行きますか。こう、まあこれでお相手さん返しづらくなってくれたらいいな。まあ圧を与える。ここに S ゴマの返し罠をカウンターを置くことでお相手さんは圧になる。で B さんからなんか特殊出すような駒を置けないって言ってもね、そう言ってもマモンとかいるからな。マモンとか打たれたら全く意味がないんだよな。あとファビオとか、はるか、まあ、N マレイヤーをね B さんとかにやってきてくれたらめちゃくちゃ美味しいんですけど、まあバレバレなんでこれ罠が。いやー、本当にもうエンリル置くセンスを問われるから、もう使いたくないな。僕のセンスの悪さ出てきちゃうかもしれないから、やばいって。でもね、おやじさんね、もうこれすることで X とかに来づらいんじゃないかなとワンチャン思う。コンボ封印、エンリルのいいところ全部消えた。ベノムヒールができたのにワンチャン挟んでやろうかと思ったけど、まあできないんでね、まあ普通に行きますか。普通にもうエンリルはまあ返されてもいいと。でお相手さんが D1 来たら僕が B1 にミサトさん置いて、もうあとはイオンアレスですよ。完璧ムーブ、これこそができればって思ったら X 来た。あ、お相手さんね、もうやっぱアルカード打ちたかったんでしょうね。でエンリルが圧になってもう X に行くしかないと。はい、完璧完璧。こういうのやっぱ、あ、エンリルの使い方うまかったな僕。お相手さんね、本当はね、やっぱめちゃくちゃアルカード打ちたかったんだな。そうでしょ。で、まあどうするかって話なんですけど、ミサツさん置いとけばいいかな。こっからどうする。で、お相手さん、まああれ、いやー、どうだ、アルカードのコンボ使ってくるか。でもこれあれですよね、エンリルコンボないんですよね。そう、いやこれでね、エンリルコンボあればめちゃくちゃ強い気がするんですよ。ベノムヒールしながらアレスをさ、A4 に打って、で、完璧なムーブしてっていうのが、ただある、まあもう、そうですね、ハルマル打たれたんで、まあ、アンチヒルがないと信じて、でお相手さん多分取ってくるじゃないですか。ペレッツは毒ダメージ出したくないってなると、まあ罠ゴマが一番嫌かな。罠ゴマ以外だったら何でもいいと僕は思います。アレスのコンボやっぱ特殊ダメージなんでね。おーし、いいね、守護者。まあ回復はされはしますが、僕も回復できて、しかもアレスのコンボ使える、あと最低2回使える。言うて次のターンお相手さんを飛ばせないんだったら、まあフルーファ打っちゃってもいいかなと思いますが、あ、もう打っちゃってよかったかな、フルーファ。いや、ダメだ、とりあえずこっちから行きましょう。でお相手さんは、まあ、エンリルを取らないから右下 X に打ってくる。いや、特殊ダメージ出してくれないかな。まあ吸収されるのがオチか。どう来る？あー、罠ゴマここに来るか。いや、返しか。それとも、さやかマイティ、そこら辺か。てか、HP8281 か。ファウストでいけるんじゃないか。4500と、ダブコン 1.6 倍。いやー、ギリギリ、いや、普通にいける気がする。ファウストで2000ちょっと出せればいいんでしょ？ HP 的に、いってくれるでしょう。まあ、信じてます。ほら行け、よーし、行った。まあこれはあれですよ、エンリルでこう圧をかけたことによってお相手さんがまあなんかこういう打ち方になっちゃったんじゃないかなーってね。はーい、ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。わーお、火炎が来ちゃったね。まあ火炎もあれですね、なんだっけ、制限されたんでしたっけ、何と何だ。あ、そう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 、マナリアとヤンドーラ、やっぱダブルオーラ強かったからな。火炎の 1.56 倍、しかも英語までそれができちゃう、素晴らしい。あ、でもベリマルとヤンドーラは制限かかってないけど、まあでもねーっていう S 枠をリーダーに持ってくるかって話。まあまず僕はこれ勝たないといけないんですけど、まあ、ラヌガとアレスがいるのは OK。 お
ワンチャンアレスのコンボ使いまくってどうにかするっていうことができるかもしれないけど、まあ基本辛いですよね。やっぱり火炎のことなんて考えてないんで、てか今日火炎の HP 0.9 倍ですよ。はい、いるんかい火炎。どうしてだよ。あれがギルガメッシュを倒すために火炎を使ってるのかもしれませんね、この方は。そしてその対策が僕にも、完璧にぶっ刺さっているって感じで、フルファイいきます。これでまあ多分 A2 で、まあ、十字火炎を打ってくると思うんですよ。ランドシャーク燃やしたいでしょ。でフルーファーを返してもらえる、まあ通風上ダメージしか返らないんですけどね。はい、まあ一応 1.1 倍と今日の竜ゴマアタック上がってますから、はい返します。で僕はどうすんの、この後。さあペトラっていうところだった。あはペトラだったらどれだけいいことかって言っても、大将食らってこの HP だったらそんなダメージ出ないからダメか。あと返し罠だ、ここにエンリル置けたら強かったんじゃないかなとふと思ったんですけど、まあそれはそれ、これはこれ、引けてないものはしょうがない。さあ峡谷さんは消します。まあリリーシャで回復するのが安牌かな。安牌ですね。まあディスマリンは発動しません。でもうこれで次ラヌが当てます、テュポーンに。そうすれば 1.9 倍の、まあ、一応ダメージが入るんで、僕にそれをランドシャークで返す。まあこれでしょ。さあアベルが来ますが、まあそれは燃やされないんで全然 OK。 燃やされてないのに僕ちょっとずつちょっとずつ削られていってるんですけど、あんまり火炎の進行では見ないですね、この進行は。まあただ強い、普通に火炎が強い。僕に対してブース刺さる。次のターン A4 アレスかな。まあワンチャンワイツさんあれじゃないですか。いやでも来ないか、 E1 十字火炎の方が来るかもしれないが、まあ基本はね B6 で取られると思う。で今のところね置けるようなマナがないんで、アレスで2枚だけどリペアして次のターンもアレスのコンボを使いに行くっていうのがいいんじゃないかな。っていうかランドシャークだけで僕はこれどうにか切り抜けられます。強いベルが強いって、やめてください。僕の外周が全部燃やされます。いやー外周に置きたくないけど、耐えるしかないか。ここは何か引いて、何か、おおメルベユール強い。メルベいきます。ただね、大火炎が2個でしょ。まあ一応耐えるか。リリーシャのおかげでかなり回復してるんで、でメルベとコンボしてアレス打てば、ベノムヒールも合わさってそれなりに回復できる。強いねやっぱりベノムヒール。火炎相手にはやっぱりエンリルよりメルベユール置けた方が強いですから。固定で入るんだから3500、これほど火炎泣かせの駒はないですよ。さあフィンが来ます。いやフィンか、フィンは消さないとダメだな。メルベユールのコンボつなぎたいけどそれは許容できません。そんな全体大火炎なんて一発も食らえないよ。ファウストじゃまだ飛ばんよね多分。いきます、これでリペアして、でホワイトさんね、ナウラとコンボしたらアレスのコンボが開きます。でこれでベルーガの十字火炎、外周火炎が消えて、でリリーシャで2000回復できる。お相手さんは5500飛ばさなくちゃいけない。一応小火炎が2枚ってことは大火炎そんな作れないんじゃないかな。いやこれ 1.56 倍本当良かった。ランドヤンドーラが規制されてあったら普通に飛ばされてましたからね、この HP は。 OK ナイス、残った598。エンリル遅い、エンリル遅いよ。あなた打ってる暇ない。まあ打ってるけどハウストでしょここは。おーよかった、火炎に勝てるの気持ちよすぎだろう。はーい、対戦ありがとうございました。 GG。 はーい、対戦よろしくお願いします。さあ来ました、シアン行きます。ここエンリルはまた来ない。やっぱり、まあ、別にね、まあ、来なくてもいいですよ。やっぱりリペアっていうのはマナを辺に置けてしっかりとリペアすれば、まあ、それなりに勝てるんで。いきます、ランドシャーク。まあ、僕的にはね、まあ、この対面だったら X にエンリルっていうのをやってみたい。まあ、けど来なかったら意味ないんですけど、来たらやります。まあ、絶対仕打ちで支援してくるじゃないですか。でも罠駒置いて X にエンリル置いて、で囲ってきたら普通にベノムヒールして、
で、できればフルーファーとか置いてどっちもカウンターにしてお相手さんを悩ませるっていうような行為をしたかったんですけど、まあそんな簡単にね引けるわけがないんで、まあ皆さんはね、もしも自分で組めるんだったらちょっとこの進行やってみてください。僕は強いと思ってるその進行ができればですけどできなそうです。普通に辺に罠を置きます。美里さんか、いやどうする、フルーファーか、まあいやリリティエで普通に特殊罠の方が多いでしょう。で次フルーファー置いて、で美里さんとか置いといてアレスでリペアすればいいんじゃないかなと思います。2枚返ししてくるか、あ、まあコンボ封印もワンチャンあるかな。さやかのコンボ毒なんで、まあ、多分シアンのね、あの魔晶石のスキルに引っかからないから消していきたいと思う。よし 2V1 勝った、カチカチ、いいね。新年早々このシアンの 2V1 に勝っていけるっていうのが本当に素晴らしいよ。まあファフナーでもね 2V1 勝ちまくったんで、今年の僕は多分2分の1を取ることがうまいのかもしれない。上振れできるかもしれない。さあお相手さんフルーファー、おーっとバレとる、フルーファーバレとる、なんでわかるんですか。はい、いやここだろ、ここでエンリルだろ、どうしてだよ、クソ。ベロテいきます。いや惜しかったですね、ここに置きたかったマジで。そしたらだって毒ダメージでね、でしかもベノムヒールで、サヤカも毒ダメージっていうのがあったんですけど、あコンボ封印されちゃった、サヤカなくなっちゃったよ。さあどこに来るか、うーわ返せないね。でもこれあれじゃない、もうアレス打っちゃっていいんじゃないかなって思うんですけど、だってベローテって毒でしょ。ベノムマギアだっけ、あベノムマギアどっちだっけ、あれ HP が減るほど毒でしたっけ。ちゃんとコンボを見てなかったからわかんないけど、え多分 HP 減るほどだから毒ダメージの方が入ってくれない。おっと特殊だ、特殊の方が多かった。しっかりとコンボスキルは見ておきましょう。間違えちゃったねえ、毒の方が1700ぐらい入ってくれるのかと思っちゃった。で多分アレス消されるじゃないですか。あー回復入ってたか、まあまあまあいいんですよ、特殊ダメージ出されてないんで。ここでリリーシャ置いて魔晶石消して、ていうかシアンのコンボ空いてるな、危な、まあ飛ばされなかったから使ってこなかったのかな。でこれで多分シアンのコンボ使われても、まあ早々なんか特殊でえぐいコマサタンとか来ない限り、あーもう受け持ちあるからサタンはないか、またんじゃないや、普通にそうだった。まあまあバホメットは大丈夫、毒より先にお相手さんのそのシアンのコンボの方が先に入るんで、この特殊3000を返してお相手さんの HP を飛ばしていく。はい、やっぱりリペアが強いんだこういう対面は。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。またシアン、エンリル、エンリル頼む、エンリル使わせて、エンリル使わせて、うんこない、どうしてエンリル使いたいのに。まあ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 、さあお相手さんはまたまたシアンです。で僕が先行、うんどうしよっかな、仕打ちする、いや風車から行くか、まあ多分風車行ってもな仕打ちされるだけなんだけど、まあいっか、できれば仕打ちしてから C5 の2枚返ししてくれるのがいいんですけど、まあ言うてね、まだ仕打ちしてくる確定じゃないんで、もしかしたら D6 から来る方かなのかもしれない、まあ分かりませんけど、まあそうしてくれたらいいかなと思ったら普通に仕打ちされましたね。まあ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 、まあ、HP をねどうにかして回復できるようにしたいけど、どうだろう、まあまあ特殊の方が出してくるか、まあ、次美里さん置くか、 C5 から来たらフルーファー置いて、 E4 から来たら美里さん、そんな感じでいいかな。さあ集合者吸収しないでください。シアンに回復されるのは本当に嫌なんです。まああれか、まあホーリースキルと合わせられるから、あてかそうか、トゥールラー禁止になったのか、トゥールラーは出てきませんシアンから、あーよかったね。もうトゥールラから、あシアンからトゥールラ出てくるの本当嫌だったから、2000回復がマジででかい、あの回復量、待って、お相手さん強いって、僕のリリーシャバレてるんですか、ミサト置けばよかったよ、こんな回復なんてしてる暇はありませんでしたね、そうでした、ミスりました。いやダブコン食らいたくないから上から行こうかな、まあ、これで3500は確定で入るでしょう。もうこの後はあれか、アレス打っちゃっていいんじゃないかな、まあ、あれですか、もうペトラに当てますか、アレスワンチャンあり、うんダメみたいです。
許されませんでした。どうするか、フルーファーが出てくるか。これフルーファーシアンに当ててから、シアンじゃない、フェトラに当ててから、フェトラとコンボつないでもろて、で D1 にアレス送って、これどうですかね。ダメか、取ってくるかな。メルベユールバレてる、この露骨すぎましたか、このフルーファーね。ホワイトさん、あ、露骨みたいでした。しかもワナゴマ置かれました。やっちゃったね、ワナゴマ置かれるんだ。さあエンリル、エンリル置く、いや、いや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 、どうするか。エンリルか、いや一旦アレス、いやもうアレス打っちゃう。ちょっともう我慢できません。ただね、 F1 の罠が絶対特殊罠でしょ。いやーやめてくれ、中入んないで、 A2 やめて、本当やめてください。 A2 じゃない、 F2 入って、お、来ない、コンボ封印か。おーっと、アレスが封印されちゃったよ。でもこれでお相手さんに F2 入ってくることはないから、じゃあここで満を持していきます。エンリル辺に置くとこのような感じで、まあリアみたいな駒になります。でお相手さんがちょっとでもダメージ出してきたら、まあここでね、僕のエンリルが帰って、コンボのベノムヒールができるようになる。まあ HP も少ないんでね、とりあえず回復したい。さあお相手さんはホーリー消せないね。いやーアレスのコンボはなくなってるから、まあでも、まあ、特に特殊ダメージは出ないから、ミサソさんを配置しちゃっていいんじゃないか。いやどうする、この4つの中の何を置く。まあミサトさんが安牌か、バイセだったらちょっとわかんないけど、ダメージ返せないんで、まあそれ以外だったら全部返せるんで、オッケーオッケー、おお、いい回復、素晴らしい。9000あればお相手さんの魔晶石のコンボと合わせても飛ばないでしょ。でランドシャークかな、うん、乱射置いて通常で飛ばすっていう考えが一番いいかもしれない。5000っていうまた微妙な数字ですからね、回復されたらやばかったけど、金馬が出てきてくれたんで、ミサトさんが発動して返すでしょ。で残りいくつ、2300、あ、オッケーオッケーオッケー、ファウストが来た、ありがとう、飛びます。まあどうですかね、エンリル弱くはないです、全然強いですけど、まあ代わりもいっぱいいる、うーん難しい、結構ね上級者向けの駒だと思います。はーい、対戦ありがとうございました。